はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕が年末までにね、約 2.5 キロ痩せた、その食事と体重血圧かのね、写真をね、記録してますので、それをね、今日はね、紹介します。まあ紹介しますというか、まあね、見ていただけたらなと思います。ですね、まずは食事からですね。11月29から、まあ、12月28日までの写真なんですけども、まあ食事に関しては67日分ですね。取り忘れてることもね、あるんで、今のこれ右画面に、画面の右側に出しますけどね、どうですか、まあ、こんな食生活なんですけど、まあ、パッと見たところですね、炭水化物だらけですよね。まあ、夜ご飯のね、お米を食べなくなった、その、12月10日ぐらいからなんですけども、まあ、体重が減り始めたんですよね、その頃からね。で、まあ、14日目前後から、12月14日前後からのね、野菜スープ的なやつはですね、スープではなくて、ただただ、野菜をね、まあ、その日にあるお肉、野菜とその日にある、まあ、お肉とか、ウインナーとかを茹でただけのやつです。水で茹でただけです。お出汁も取ってません。お鍋に、食べれる分量の水をこう入れて、沸騰させただけです、本当に。茹でた。うん。湯煎したぐらいな感じになるんですかね。まあ、茹でただけなんですよ、本当にね。でも味もついてないんですけども、まあ、これだけでもね、すごい野菜のお肉、野菜の味とね、お肉の味をね、感じるので、めっちゃくちゃ美味しかったですよ。味ついてないので、もちろんね、味付けしてないんで、まあ、普通の人は、薄くて食べられへんと思うんですけども、まあ、でも、食材の旨味っていうのを感じたかったら、ぜひやってみてください。まあね、肉なんか生で食べられへんしね、野菜も生で食べたら美味しい、シャキシャキして美味しいですけども、まあ、体温めるためにね、温野菜という風な感じでね、やってもらったらね、美味しいんでね、やってみてください、ぜひね、これ。で次は体重ですね。まあ、体重はですね、11月14日からのやつで、これも12月28日までの分です。35日間ですね。まあ、体重の写真はね、こう撮ろうと思ってたのがちょっと遅くて、ちょっと少ないんですけどもね、10月の末までは、実はね、僕、72キロあったんです。退院してから、去年の年末に退院してからね、まあ、ご飯しっかり食べれるようになって、そのままちょっと美味しく食べ過ぎてしまって、72まで上がってしまいましたね。まあ、そこから、まあ、ちょっとずつ、食の勉強を、まあ、最近なんですけども、しだしてから、痩せてきた、減ってきたんですけども、ちょっとこれ見てたらね、11月末ぐらいでリバウンドし始めたんですよね、リバウンドね。今、まあ、そこからまたいろいろ考えて、まあ、勉強もしてたんで、こう、あれですね、夜のお米を抜いてみた、その12月の終盤にはですね、また痩せ始めましたね。まあ、その、今もね、痩せてる方向では体は動いてますけども、まあ、油断はできませんからね、気を抜くと本当に体重なんてものはすぐ増えますんで、まあ、こんな感じですわ。まあ、次はね、血圧です。これが一番長いこと取ってますね。9月の21日から、12月28日なので、81枚です。ねえ、これね、血圧が一番最初にこの先生からね、言われてたので、今日始めるのがね、早かった記憶があります。もうね、撮ってみようかなって思う、写真撮ってみようかなって思う感じでね、やり始めたんですけど、まあこう見てますと、こう、なんていうんですかね、まあ11月半ばぐらいまではやっぱり150代でしたね。まあそのあたりから、その食の取り組みをこう改めたっていうね、ことをし始めたんで、まあ、徐々にこう下がってきて、
まあ、11月か、これね、終わる頃には、約140台が平均で、数値で現れてますね。140台ですね。で、その頃から、まあ、先ほども言いましたけども、体重もね、変化が、体重に変化が見えてきた頃です。リバウンドしてしまったっていうので、ね、ちょっと改めようと思って、改め出した頃ですね。まあ、それと、ほんまに比例して、血圧も下がってきております。ほんで、年末に来るにつれて、130代後半で平均しておりますよ。だから今も、この、130代の平均を保っております。と、まあね、こんな感じですね。まあ、改めて見てみたら、こうやって見てみたらですね、というかまあ、それぞれこう照らし合わせてみることでですね、変化がわかりますね。データがあるから結果の理由がわかるので、まあ、見返したからね、結果がわかるので、で、その原因もね、理由もね、わかるんで、よりこの理解を深めることができました。で、これ思ったんですけどね、このスマホで見るよりも、やっぱりその、アナログというか、この紙媒体、紙面、紙ね。で、ペーパーでね、で保存してる、まあ、直筆でこう書くとかね、そういう風にしてる方が確認しやすいですね、やっぱりね。あ、こう やってていくと思ったんですけどね、やっぱりこういうのをもう一個あったらいいんですけども、なんかやっぱそれは紙やな、紙の方が見やすいなと思いましたね。まあ、そのでも写真をね、そのスマホ のスクリーンショットを印刷すれば、まあ、その隣同士にね、紙に置いて照らし合わせやすいんで、まあ、もっとこのデータがまとまってきたら、印刷してね、過去のデータとしてね、見直して理解を深めていこうかなと思います。あ、こういう食生活でこういう状態やったな、で、あの時はこんなんやったな、だからこの時は体重が増えてたんか、で、それを気にすると、今はこうやから、もうちょっと考えなあかんなとかね、いろいろ思うことが出てくると思います。まあ、こういうのをね、レコーディングダイエットと言うんですよとね、コメント欄でね、下のコメント欄でね、教えてもらって、まあ、以前の動画でもね、紹介させてもらいましたけども、まあ、今回の写真のアップするのもね、こうやってね、紹介するのもね、コメントくださった方のね、提案をね、そのまま使わせていただきました。まあね、その先ほども言いましたけど、自分なりにね、しっかりこう、発見できたこともあったんで、よかったら皆さんもね、やってみてはいかがでしょうかね。すごいおすすめです。こう過去を振り返って、その食事だけじゃないんですよ。こういう時は、この日にちこんなんやったから、あ、忙しかったから、ちょっとご飯食べられへんかったなーって、ちょっとお食事しに行ったから食べ過ぎたかなーとかね、ちょっと、まあ、それなりに外食も続いたかなーとかね、脂っこいも食べ過ぎたかなーとかね、いろいろ考えれると思うんで、そういうのが、ね、より自分の体のことなんでね、自分の体の理解を深めるためにおすすめなんで、ぜひやってみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。